こんにちは、ベビチューブです。うちの場合はね、横抱きにして、なるべく体をひっつけて、お部屋を真っ暗にします。そして頭をゆっくり撫でてあげると寝てたよ。どうしても寝ないときは、どうするの？同じように体を密着させて横抱きにするんだけど、その時にドライヤーをかけるの。ドライヤー？え、風出すの？風を出す。温風で頭にちょっと遠めにして、おーってやってたら、ゆっくりゆっくりこう、コクコクって。暖かさが気持ちいいのかな？ね、音かなと思う。ね、ちょっと試してみるのもね、ありかもしれない。ね、面白い。うちはね、入眠儀式って言えるほどのことでもないんだけど、もう母乳だったから必ずそいつちで寝かしてた。一番やっぱり落ち着くね。でも必ず電気はもう真っ暗にして、あと私なりのポイントは、寝る準備が終わる前に泣き出すこともあるじゃん。あるね。そういう時はもうちょっと我慢させておっぱいを飲ませない。でもバタバタっと急いで寝る準備をして、もう一番飲みたいよっていう時に寝かすみたいなのをちょっと心がけて、すんなり寝れるようにしてた。待ってましたって感じ。そう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 、そんな感じ。私も母乳育児だったから、もちろん添い乳もしてたんだけど、面白いのが、うちの子はこの眉毛と眉毛の間をこうね、撫でてあげる、上から下にね、すると何でか寝てたの。安心するのかな。ね。